はい、このロット見事にちょっとね折れちゃってますよね。釣りじゃないんですけどね、ほんとちょっともう不注意でですね、車に積載するときに、ティップ部分をねぶつけてしまって折ってしまったね。あー、だいぶ折れてますね。というわけで、ちょっとねこのままなんだろう、廃棄するのはもったいないっていうことで、長さを少しね詰めて、本当はねこれぐらいねティップ部分長さあったんですけども、だいぶ折れちゃったね。というわけでちょっとねここのガイドを外して、そんでトップガイドを付け直してですね、結構ハードテンションの、新製スピニングロッドにしようっていうことでね、早速作業の方を開始していきたいと思います。まずはね、いくらなんでもちょっとティップ部分からここにガイドがあるとね、バランス的にいかがなものかっていう感じなんで、まずね、このガイドをね、外しちゃいます。で、ライター、ね、軽く、炙って、ポキシを弱くして、で、ここのね、足の部分、このガイドフットがある部分に刃を入れて、そうするとね、簡単にポロリンチョと、こういう感じでね、ガイドが取れます。そんでもってここにはねスレッドが巻いてあるわけなんで、これをねこういう感じでスレッドを除去して、ね、はい、こんな感じでスレッドが取れて、で、まあ、カッターの刃とかで軽くねこのゴミをねこそげ落として、はい、ちょっとね下お掃除を完了して、で今回はですね、これだいぶ折れちゃったんで、元のですね、ティップのガイド、ここの穴の直径、パイプのね、穴の直径がもっと穂先の細いやつだから、とてもじゃないけど、入らないんですね。うん。というわけで、ティップをですね、買ってきました。ね。こういう感じで。先端のガイドリングの大きさはほぼほぼ一緒なんですけども、この、後ろのですね、パイプ部分の穴の直径が全然違う。ね。こういう感じで売っているので、そんで、元から付いてるこちらのガイドはですね、SIC ガイドなんですけども、今回ちょっと奮発してですね、先端をトルサイトリングに変えようっていうことで、これね、パッと見は分かりづらいと思うんですけど、こっち最新鋭のね、トルサイトリングのティップガイド。そして、こっちはね、従来の、SIC ガイドっていうことで、まあ、これはこれでね、また使えるかもしれないので、こう、部品としてですね、大切に保管しておくんですけども、今回この折れてしまったロッドにはですね、この直径であればどうかな。はい。こういう感じで、ぴったりね、入ることができるっていうことで、そんでもってここを接着して、で今さっき取ったですねこのガイドパーツをこのちょうど真ん中ぐらいにね配置して、そんでまあだいぶ硬い調子にはなっちゃうんですけども、それはそれでねまた使いどころ出しどころがあるんじゃないかなっていうことで、今回はねちょっとね固めのハードテンションなスピニングに生まれ変わらしていこうと思います。そしてティップをつけるに取り出してあるはね、こういう感じの、ボンドですね。ポキシのボンドで、まあ、いろいろなものに使えるよということで、開けるとね、こういう感じで2つ入っております。これをですね、混ぜ合わせて、そんでもって、ティップにね、塗りたくって固定していくとね。まずそこまでやりますね。これに等量ずつ、同じ量ずつですね。出して、で、これをですね、
まあ何でもいいと思うんですけど、爪楊枝とかでもいいんですけど、こう混ぜ合わせる、はい、だいぶ混ぜて、これでね硬化のスタンバイ OK で、まずはねここの中の方にこう徐々にねじりながら、接着剤を入れていきます。はい、こう塗ってティップ部分にも塗っておいて、じゃあね、トルザイトリングつけていきたいと思います。ニュー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 で、余った接着剤はティッシュでね、これであとはね、こう後ろのガイドとの目測になるんですけど、はい、トップガイドがつきました。これでね、自分が買ったやつは90分効果なので、まずはですね90分待ってね、ここが、固定されるのを待ちたいと思います。はい、しばらく乾燥させてですね、しっかりと固まりました。まあこれでも使うこともできるんですけども、この微妙なところなんですけどね、パイプの部分とブランクスの部分の段差がねやっぱりちょっと気になるので、ここをスレッドで巻いてコーティングしようかなっていうのと、 あとねここら辺ね、真ん中あたりにもう一個ガイドを追加しようかなっていうことで、そこら辺のね作業を引き続き進めていきます。でね、準備するのもこう結構ね、ロッドが折れたりした時とかね、こう部品で取っておくと、あ、ちょうどいいサイズがあったなんてことになるんで、こうガイドを小さい部品ですけどね、こういうの大切に取っておくとね、いいことあるよということで、でトップガイドはねトルザイトリングに変えたんですけど、ここは SIC だっけな、なんか違う SIC ガイドの竿から取ったやつ、もしくはこれの先端部分から取ったやつなのでね、SIC だと思います。で真ん中あたりにつけてだなっていうところですよね、ここら辺かな。でまあそんな時に使うのがこれマスキングテープですね。塗装用のマスキングテープなんですけども、これをね細く切って、位置的にはバッチリなんですね、これで軽く固定してかな、ちょっとこれぶっ飛んじゃいそうなんでね、部品は取っておいて黒色のスレッドで巻き始めたいと思います。でこのブランクに、ね、スレッドをはわせて、そのスレッドを包み込むように、いらないところは寸分のところでカットして、巻いて、
ど。はい、ガイドが取り付けられました。で、この余った糸はギリギリでピンと切って、このほんとね、ちょっとしたこの毛羽立ちが気になるようだったら、パッとパッとパッと焼くとね、焼きすぎ注意なんで。はい、ガイドが取り付け終わりました。まあ、追加でね、ここに1箇所マイクロガイドを増やして、で、まあ、ちょっと隙間が気になったら、案外こう爪でギュッギュッってやったりするとね、詰まったりするんで、こんな感じで、この時点でコーティングする前だったら、まあ何回でもやり直せるんで、ちょっと糸通してみたりしてね、そのバランスは大丈夫かとかね、何回もチェックしてやってみればいいと思う。だいたい目測ではイメージ通りの感じになってるんで、まあこんなんでいいかなっていうね、結構頑丈にね、力ぎゅうぎゅうに入れて、巻いたんでね、しっかり取り付けられてるんではないかなと思います。ここら辺の詳しいね、あの巻き方とかテクニックは、そうですね、ロッドビルディングで YouTube とかで検索するといろいろ出てくるんですけども、最近だとあのジーニアスプロジェクトの青木さんが匠の技を惜しげもなく公開してくれているので、こういったところの巻き方とかね、あとはコーティングのコツとかね、やってくれてるんで、そういったところもチェックで。じゃあ、引き続いてこの先端も巻いていくんですけども、このところどころの差し色にも似たような色が使われているので、今回はね、これで先端また巻いちゃおうかなって。別の竿もね、この、スレッドで巻いたんですけども、メタリック系のカラーですかね、これをね、先端のここね、ちょっと段差があるんで、ここら辺を滑らかにしたいので、コーティングしたいので巻いていきます。で、容量は1個前のと一緒で、こうテンションかけながら端っこがほどけないように、ね、で巻いて、でこの余ったやつをギリギリのところで切って、でグリグリグリと巻いていきます。で、ですね、抜き糸ですね、抜き糸を挟んで、さらに隙間ないように。はい、で、ある程度いったら、この抜き糸に、入れて、引っ張って抜き糸を抜いてきます。よいしょ。はい、で、このはい、で、このピョンと出た抜いたところもギリギリでカットして、はい、ティップ部分も巻き終わりました。このパイプとの段差がなくなったのかなっていうところと、まあ見た目にもね、ちょっとしたワンポイントで、見やすいんじゃないかな。で、そんな毛羽立ちはないから、あ、ちょっとここがピヨッと出てるかな、ちょっと気になるようだったら軽く煽って毛羽立ちをなくして、はい、完成ね。ティップ部分のだいぶ短く折れちゃった竿なんですけども、トルザイトガイドに変更、それとだいぶ長さを詰めたのでガイド位置の変更ね、
かなりハードテンションのね竿になっちゃいましたけど、まあ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 、これはこれでなんか使いどころあるんじゃないかなっていうことで、はい、ティップガイドと、あとですね、この1個目のガイドのところね、これを位置をちょっと付け直して、今スレッドで巻いてこんな感じになっております。じゃあね、コーティングしていきますよ。はい、こうね、もう絶対に量を間違えないようにね、こういう注射器でね、注入していきますね。黒は黒、黄色は黄色で使ってきますかね。はい、はい、A 液ね、まずは入れて、そして、黄色の方 B 液ね、同じ量でね、はい、したらね、この2つをよーく混ぜます。回ります、ゆっくりと。これだけなんだけど、これがね非常に重要。はい、2日ほどかけて乾燥させてみました。だいぶね、厚塗りにしてしっかりと乾かしてみたんですけども、こんな感じね。で、ここのところから先端がソリッドティップっていうことで、もともとはね、あの長めで本当繊細なティップを持っていてね、ピクピクとかね、ノーシンカーとかやるための竿だったんですけども、これだけ詰めたのでだいぶね、ハイテンションなロッドになったので、スモラバーでちょっとしたカバー打ちとかね、沈む虫をやっぱりちょっとカバー強めのところに入れてみたりとか、そんな感じで使ってみようかななんていう風に考えております。まあ先端のこのガイドをね、トルザイトに変えてみたんで、まあ気持ち的にはですね、
最新鋭のスペシャルチューンが施されたぜってね、自分に聞かせてね、そんで使っていこうかななんていうふうに思うんですけども、まあ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 、こんな感じでね、ガイドをちょっと買ってきたりとか、あとはスレッド巻いたりしてね、いろいろ、まあ折れちゃったらね、そのまま捨てるんではなくて、まあ部品取りに使ったり、はたまたこういう感じでね、ガイドをつけてみて、ちょっとね、短くなる分大概強くなるので、まあそれはそれで使ってみたりしたらね、自分だけのスペシャルロットになっちゃったりすることもあるので、もしね、気になった人いたら、あ、そういえばそんな差はあったなぁなんて言ったらね、ぜひ挑戦してみてください。というわけで、本日の釣り子 TV は、こちら。ね、先端の折れちゃった、バスロットを、なんだろう、ガイドを継ぎ足してね、再生してみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。